ベトナムから遠く離れて、ベトナムから遠く離れて、ベトナムから遠く離れて、ふつご、ロインディーユービネーナムは、映画監督のクリス・マルケル製作による、1967年製作の、フランスのオムニバスドキュメンタリー映画ある。参加監督は、オランダの映画監督、ヨリス・スイベンス、フランスのアラン・レネ、アニエス・バルガ、クロードル・ルーシュ、ジャン・イコール・リュック・ゴダール、アメリカのウィリアム・クライン。 1965年2月にアメリカによる北ベトナムへの空爆、いわゆる北爆の開始、それに対する同年3月26日のアリス・ハーズ、11月2日のノーマン・モリソンらによる米国内での抗議の昇進自殺や湧き上がる反戦運動を背景に、クリス・マルケルが、1966年、ジャンイコール・リュック・ゴダール、よりベンス、アラン・レネ、クロードル・ルーシュ、 アニエス・バルが、ウィリアム・クラインに呼びかけて、南ベトナム民族解放戦線への連帯を表明する映画を企画し、1967年春までの現在進行形の状況を織り込んだオムニバス映画となった。それが、本作、ベトナムから遠く離れて、クリス・マルケルの制作会社、スロンク、ソーシティでランスメントでベレス・ニューベルの設立第一作で、ある。準備を始めるや、 協力者は多く、小説家のジャック・ステルンベール、ホーチミンを書いたジャーナリストジャン・ラクチュール、米軍従軍記者ミシェル・レイ、人類学者で、映画監督のジャン・ルーシュと社会学者、エドガール・モランの共同監督作、ある夏の記録に主演したイベンスの妻マルセリーヌ、ロリランイコール・イベンス、フランスにおけるチェゲバラの著作の翻訳者である、フランソワ・マスペロラが、この映画に、豊かなスクリップと、 テクストを与えた。撮影監督も同様、ポリーマグルお前は誰だ ?1966 年を撮ったばかりのジャンボフティが引き続きクライン部分を担当、ジャック・ズミ監督のロシュホールの恋人たち、196年を撮ったばかりのギスラン・クロケ、ゴダール監督の男性、女性のウィリー・クラント、ジャック・リベット監督の修道女、1966年を撮った。 アランル・バン、マルケル監督の、美しき5月、1963年を撮った、ドニクレル・バルラが参加する。編集も、レネ監督の、戦争は終わった、1966年の編集を、終えたエリック・プリュー、マルケル監督の、ラジュテ、1963年やるュ・イコール・モランの、ある夏の記録のジャンラベル、イベンス監督の、北緯17度ベトナム戦争実録。 1967年、ノーラニアール、ロベール・アンリコ監督の冒険者たち、1967年のジャクリーヌ、メピエル、映画プロデューサーラウール・レビの監督作、ザ・スパイ、1966年を編集したアルベール、ジュル・ジャンソンは、今回編集を経験したコレット・ルルーと共に、デネの次回作、ジュテーム、ジュテーム、1967年の編集を行うことになる。 その他、助監督には、ドゥミ監督のロシュフォールの恋人たちから、アラン・フランシェ。彼は、翌1968年、ウィリアム・クライン監督のミスター・フリーダムにも、助監督に就くだろう。老人と子供、1967年で、クロード・ベリ監督の助監督に就いた、ピエール・グルンステイン。彼は1970年からは、ベリの制作会社、レン・プロデュクシオン。 現在のパテイ・コールレン・プロデュクションに入社し、プロデューサーの道を歩み、ベリー作品のほか、ジャック・ド・ワイオン監督の小さな赤いビー玉、1975年、ロマン・ポランスキー監督のテス、1979年を手がけていく。シャルル・エル・ビッチはロゴパング、1963年以来、ゴダールの助監督をやってきて、この直後にも中国女の助監督を務めている。

ブルノ・イエルラともに、メドブドキン集団、レグラップスメドバドキン、1967年から1973年を、組織、労働者の声と姿をいくつものドキュメンタリー映画に、記録した。1967年、36歳のゴダールも、全く止まらない。1966年に撮影した3本、つまり、メイドイン USA が1月27日、 彼女について私が知っている、二三の事柄が3月17日、翌月の4月21日には、アンナカリーナ最後の主演作、未来展望を含むオムニバス、愛すべき女、女たちが、やつぎばに公開され、その頃には、中国女の撮影が行われていた。7月22日には、中国女に主演した20歳のアンヌビア・ゼムスキーと、結婚。 8月30日両作の公開と時期を同じくして商業映画との決別宣言を表した。ウィークエンドを夏に撮影。秋にはジュリエットベルト、ジャンピエール・レオと楽しい知識を撮影。公開は1969年。ウィークエンドが12月29日に公開された。翌1968年2月、パリのシネマテイクフランセーズ館長。 アンリ・ラングロワが更迭され、それに抗議して、シネマテーク擁護委員会を結成。マルケルト・ゴダール、レネ、イベンスといった、ベトナムから遠く離れての面々のほか、ジョルジュ・フランジュ、ピエール・カストといった、ラングロワの側近は、もちろん、アレクサンドル・アストリュック、ジャック・ドニオール・イコール・バルクローズ、エリック・ロメール、フランソワ・トリュフォー、ジャック・リベット、クロード・シャブロル、クロード・ベリ、ジャン・ルーシュ、 ジャン・ユスター・シュラ、カイエハ、ヌーベルバーグの作家たち、ジャンピエール・レオ、クロード・ジャドラ、俳優、アベル・ガンス、ロベール・グレッソン、アンドレ・カイアット、フランソワズ・ロゼー、ジャン・マレーラ映画界の重鎮をも巻き込み、大々的なデモを打った。4月には、この闘争は、勝利を得る。続く5月19日、5月10日から開催されている、第21回カンヌ国際映画祭の行われている、 宮殿に、コダール、ルルーシュ、トルホー、ベリー、レオ、ジャンガブリエル・アルビコッコ、ロマン・ポランスキー、審査を放棄した、審査員、ルイ・マルラが乗り込み、上映へと審査の中止を求め、映画祭を粉砕した。5月21日には、パリで労働者と学生によるゼネストが起き、いわゆる、5月革命へと発展してゆく。コダールは、パリを離れ、DA ペネベーカラと、 バークレイやニューヨークでワンアメリカンムービーを撮り、ロンドンでローリングストーンズとワンプラスワンを撮った。クリス・マルケル、アラン・デネラと匿名で数分、二十数本のアジテーションのための短編映画シリーズシネトラクトを撮ったゴダールは前年の1967年に出会い、中国女や楽しい知識の構想に多大な影響を与えたマオイストでシネフィルのジャンイコール。 ピエール・ボランダと映画制作グループ、ジガーベルトフ集団を結成していく。エピローグと11章、そしてプロローグで構成されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。